どうもナオチンです。さあ今日も未来のトランクス編行ってみましょう。母さんただいま。頼まれたものはこれでいい？そうそう、これこれ、これで完成に目処が立ったわ。ありがとう。それで父さんたちは元気だった？はい、でもやっぱりゴハンさんがいなくて寂しそうでした。時間を見つけてできるだけ顔を出しに行った方がいいですね。うん、そうしてあげたら喜ぶと思うわ。タイムマシンで本当に過去を変えられて、ゴハンさんやみんなが生きている世界になればいいんだけど、せめて今すぐにでも俺が人造人間を倒して平和な生活を取り戻すことができれば。それができれば苦労はしないけど、今の私たちの力だけじゃどうにもならないわ。だから過去の孫君を助ければ何かが変わる。その変わる何かが手がかりになると思うの。それに人造人間にやられっぱなしじゃ尺じゃない？別の世界だとしても人造人間のいない平和な未来があってもいいと思う。だからお願いね、トランクス。あ、はい。トランクス、ついにやったわ。あんたが手伝ってくれたおかげでようやくタイムマシンが完成したわ。え？往復分のエネルギーももうすぐチャージできそうよ。これで20年くらい昔まで大丈夫だわ。チャージに8ヶ月もかかってたんじゃテストもできないわね。ちゃんと行って帰ってこられると思うんだけど、研究所さえ壊されてなかったらもっと完璧なものが作れたはずなんだけどね。母さん、俺今の実力なら人造人間を倒せると思う。わざわざ過去に行って研究しなくても。あんたまだそんなことを。はっきり言って今度は俺自信があるんだ。番組の途中ですが人造人間情報をお伝えします。現在襲われているのは西の都の周辺にある。すぐ近くだ。ちょっとトランクス、あんたまさか。俺行ってくる。これ以上奴らを放っておけない。ちょっとトランクス、待ちなさい。ベジータでもちょっとリスさん戦ってみよう。どれぐらい、おお減らせるね。ファイナルフラッシュでもおおすっごい減るじゃん。飛び道具っていうともうベジータだよね。待て、暴れ出すとちょっと手がつけられん。暴れ出すとちょっと本当だ、手がつけらんないな。どこいる？そこか。当たるか。ちょっとしか当たんねえな。うん、いけ。なるほどね。これで終了です。